おはようございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介いただいてもいいですか？はい、はい、VPP ジャパンに所属している、社会人2年目の斉藤剛志と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイグリッドは4つの事業を通じて脱炭素を推進する会社です。今回取材する斉藤さんはその中でも太陽光の事業推進を担当しています。新卒1年目は基本的に営業を行い、2年目以降は太陽光発電事業だけでなくマーケティングや経営企画などいろいろな業務に挑戦できます。斉藤さんも2年目の7月から現在の部署に移動しています。斉藤さんは普段どんなお仕事されているんですか？そうですね、今はあの太陽光の発電所を、作るところですねを担当してます。なんかこの症状が気になったんですけど、これ何の症なんですか？それですね、当社がやってる自然を傷つけないで太陽光の発電所を作るというところでですね、環境省の大事賞をもらいました、うん、じゃあもう環境だったりエコみたいなところに特化されてる会社さんってことなんですかね、はい、そうですね、今脱炭素のリーディングカンパニーとしてやっていきたいというような強い思いを持ってます。規模感としてはベンチャー企業みたいな感じですか？そうですね、だいたい100人ぐらいの今会社になってます。もうじゃあ結構大きいミッションを掲げて目指されているようなところで、はい、じゃあ本日も密着楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宝探しみたいになってます。今から斉藤さんはこの資料を用いて何をされますか？はい、一つは工事会社さんにどういった設計で太陽光の発電所を作っていくのかっていうのを設計してもらうっていうのを使います。もう一つが、太陽光のパネルを建物に載せた時にその重みで潰れないかどうかっていうところを確認してもらうためにこの資料をちょっと使います。ミーティングお疲れ様です。あ、お疲れ様です。なんか元からそういう環境問題とかに意識ってあったんですか？はい、そうですね、私の場合は割と意識があった方なんじゃないかなというふうには思ってまして、大学でもですね環境問題についての分野で勉強してきたというのが経験はあります。何きっかけでいつからそういうものに興味を持たれたんですか？そうですね、私の場合は海が好きなんですけど、地球温暖化する中で海の水温が上がってこうサンゴが死滅してしまったりとかですね、する中でこう自分が好きなものがこうどんどん失われていってしまうんじゃないかっていうような危機感とかもあったので、自分の幸せをこう形作っている周りの環境っていうのをやっぱ大切にしていきたいなっていう思いが、はい、あります。こういうのってインフラ系のすでに大きい企業さんとかもたくさんあるじゃないですか、はいはい、ではなくてこうなんかベンチャー企業さんだからこそなんかできることとかって何かあったりしますか？常に新しい情報であったりとか、少しずつちっちゃなルールが変わっていってるので、それをうまくキャッチアップできるのはベンチャーの規模だからなのかなというふうにも思いますし、一方で逆に自分たちが動くことで新しいルールであったりとかっていうのも作っていける可能性はあるというふうに思って。桜井さん、こんにちは。こんにちは。桜井さんはどのような部門ですか？はい、そうですね、私は事業開発室といった部署に所属してまして、で、脱炭素とかもしくはグリーントランスフォーメーションをしていくにあたって、トータル的にプランを新規事業として作っていく、そんなような仕事ですかね、はい、あれ、私よりちょい後です。去年の11月なんで。そうですね、はい、前職が会計事務所でしたよね。逆になんで会計事務所からこういうエネルギーみたいな。そうですね、私働き始めて20年近く経つなと思った時に、はい、せっかくこう自分の時間をこう投資するんだ、もっとこれからの世の中にこう良い影響を与えるような仕事にこう従事できたらいいなみたいに思っていて、で、そんな時に何かの折にアイブリッドを知った時に、はい、あ、これめちゃくちゃ面白そうだなみたいな、思って、それが一番のきっかけですね。他部門で割としかも年次も違うみたいな先輩と結構飲みに行くもんですか？やっぱちょっと遅くに残ってたりとかして、誰か飲みに行こうってなった時にはちょっと声かけるのはできる環境だと思います。だからそれがちょっと全員顔が分かるぐらいの、はい、規模感みたいなのもすごくいいとこだろうなって思いますね。お疲
れ様です。今から何のミーティングですか？太陽光を設置する施設に直接工事会社がですね、現地調査しに行ったですね、結果というのをお客様に報告して、どういった形でパネルであったりとか、機器をですね、設置するかというところをお客様にお伝えをして、それがまあ問題ないかであったりとか、あとお客様側の要望で、ここには設置しないでくれというのですね、たまにお声がありますので、そういったところを踏まえて、改めてこの設計をですね、固めていくというような段階になります。じゃあこのさっきの資料の仕分けといい、結構こういう細かな作業の積み重ねで一軒の大きな太陽光パネルが設置できるってとこなんですね。そうですね。あとやっぱりお客様も少しでも多く再エネを使いたいっていう要望やっぱあるので、そういったいろんな制約の中で、ベストなアンサーっていうのを、見つけていくっていうのが私の仕事なのかなと思います。ありがとうございます。はい、パネルの配置についてですね、特に北棟について、特に東側ですね、次に行こうと思います。はい、行ていきます。あ、珍しいですね、ここは一人下げといてる。ちょっと部署が7月に変わって元と営業だったんですけど、ワンマンプレイみたいなところが結構あったんですけど、ちょっと事業戦チームのところに行って、周りの人と一緒にチームプレイで、進めていくところになったので、なかなかちょっとうまくいかないなっていう。こちらの方は直属の上司の方とかですか？いや、部署はですね、違いまして、ウェルビーイング の、 チーフオフィサーとしてですね、何でも相談室を開いていて、こうちょっとした質問とかですね、相談に乗っていただけるような方です。仕事の悩みであったりとか、あとはもう本当にその人生相談みたいなところを人生の先輩にできるっていうような機会になります。何話してんの？え、ワンピースについてちょっと。え、他の一人で行ったんですか？私一人で行きました。すごいね。お疲れ様です。あ、すみません、遅れました。お疲れ様です。ミーティングお疲れ様です。お疲れ様です。今はこう何のミーティングだったんですか？これは毎週やってる部会なんですけど、目的としては一つが、部長が毎週経営会議だったりとか部長会議に出てるんで、そこの内容を共有するっていうのと、あと今日の場合は太陽光のですね、発電所が先週の金曜日に400件目の太陽光ができまして、ちょっとそこのお祝いっていうのもやりました。直近の目標の500件っていうのは、大体いつ頃までに達成される予定なんですか？これは年内にいけるんじゃないかなというふうに思ってまして、またそこで一つ年内目標として考えてます。ベンチャーのスピード感ですね。そうですね、今はもう人数もこう太陽光の方にギュッと今ちょっと寄せてですね、かなり体制で組んでるので。ちなみに太陽光発電所が増えると地球にとってどういいんですか？その GX っていう考え方の中で、今社長の秋田がですね、GX シティっていう再エネを市の中でぐるっと巡らせるっていうですね、今大きなビジョン掲げてまして、そのまず拠点になるのがやっぱり太陽光の発電所になるので、400件500件増やしていくことで、よりその GX シティがですね、実現が近づくというのが大きな意義であると思います。お疲れ様です。今これは休憩時間という感じですか？一応定時後はお菓子とかでまったりできるスペースが設けられてて、ちなみに後輩の社員様ですか？そうですね、今年4月から入られた新卒の石田くんです、あ、お疲れ様です。終わった。終わりました。あ、じゃあちょっと そっち行く。それぞれの入社理由とかって伺ってもいいですか？僕は弊社を選んだ理由といたしましては、結構特にエネルギー問題に興味を持ってまして、災害大国の日本に対して一番適切なエネルギー供給のあり方が分散型の太陽光発電なのかなと自分では考えてたので、それを一番先導して進められる企業が弊社なのかなと考えたので志望しました。すみません、めちゃ真面目に就活の時以来ですね、こんなこと言ってる。石田君と同じように、やっぱり何か環境問題に対して取り組みたいと思った時に、やっぱりインパクトっていうのを一つ自分の中で重要だと思っていて、その中でその企業であったりとか業界のスピード感みたいなところは結構一つ指標として見ていたので、その中で VPP ジャパンがかなりこうスピード感あって面白いんじゃないかなっていうのが一つ決め手になって選びました。
今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。この動画を見てどのような方に入社してほしいとかありますか？やっぱいろいろなちょっとことに好奇心があったりとか、こう社会をもっと変えていきたいって思ってて、まあ、かついろんなことにチャレンジしていきたいよと。そしてなんかこう自分でいろいろ考えて学んだりできる人っていうのにジョインしてほしいなと思います。未経験であってもチャレンジ精神があれば大歓迎ってところですね、はい、あもう全然一から学べるので、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。一日密着させていただきました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。